から始動で出かけます。後ろついてきたりしないでください。映さないでください。そこの人わからないんですか？わかりましたか？迷惑なんです、本当に。聞こえてますか？誰か返事してもらえますか？わからないんですか？言ってもわからねえ、この人が。自分方楽しければいいなんて、人の迷惑って考えねえんだし。されて困るようなことはしなければいいんじゃないですか？あなた方がそういう態度だと事情説明も何もあったもんじゃないんじゃないですか？こっちだって俺でいくらでも我慢してるのに、そういう態度なんですか？ねえ、他を出し抜いてスクープしてやろうとか。全員名刺ください。全員名刺ください。逃げないで名刺ください。名刺ください。あなたもね、名刺ください。手触れてないで名刺ください。人の映像を撮るならそれなりのルールっていうものがあるんじゃないですか？今日これからどこに出かけてっていう話をしようと思いますけども、あなた方人として常識のない行動をとってますよね。わからないんですか？説明するだけ無駄だから。さっきから映してますよね。面識がさっき言ってた。あなた方止まってください。示してないのはどっちですか？あなた方取材だなんだってうちにも会社の方にも来てますけども、こっちでこうやって事情説明しよう、何これから何しようっていう説明しようとしてるのに、カメラ回す、写真撮るね、人の話聞く態度じゃないですよね。ね、そう思いませんか？そう思いませんか？そう思いませんか？ねえ、ねえ、その口何のためについてるんですか？話できないんですね。かわいそうですね。彩香の四十九日の日にも言いましたけども、マスコミの常識じゃなくて普通の人の常識って考えてみたらどうですか？頭おかしいですよ、あなた方。今ここ勝手に道路を渡ってきた人たち、それで事故を起こしたらどうするつもりですか？何も考えてないんですね。自分たち良ければいいっていう人たちの塊ですね。ちっちゃい頃何も教育されなかったんでしょう。ねえ、かわいそうな人生ですね。